堀川宮5月17日から1963年6月22日は衆議院議員。津市町、三重県長郡日立村出身。三重県立津中学校を経て、1908年、早稲田大学大学部政治経済科を卒業。東京日日新聞記者となり、また一年志願兵として陸軍三島死刑に任じられ、さらに、 アメリカ合衆国のコロンビア大学、イギリスのロンドン大学に留学した。1917年、第13回衆議院議員総選挙に出馬し、当選を果たした。1922年から1927年まで、中外商業新報記者を務めた。1930年に、津市長に選出され、1945年まで在任した。その間、 第18回衆議院議員総選挙に出馬し、当選を果たした。その後、1946年7月に、津市長、石原正史次郎の辞任に伴い再任されたが、戦時中は、翼3体政協議会構成員だったため、公職追放となる恐れがあり、11月に市長を辞任する。その後、公職追放となり、追放解除後の1953年に持つ市長に、 選ばれた。住所は、死、乙部。ありがとうございます。